チーム LCR はロードレース世界選手権のモートジッピークラスに参戦するレーシングチームイタリアの GP ライダールーチョチェッキネロにより設立された。現在は LCR ホンダイデミツ及び LCR ホンダカストロールの名前で参戦中である。1996年イタリアの GP ライダールーチョチェッキネロが自身が ロードレース世界選手権 125cc クラスを戦うためのチームを設立した。1996年と1997年シーズンは、チェッキネロ一大体制で、ホンダ RS125R を借り、トップ10前後のフィニッシュを何度か経験した。1998年、チェッキネロはチームメイトとして、125cc クラスで2度のシリーズ2位を獲得している。 上田のボルを迎えた。上田は移籍後2戦目のジョホールサーキットで行われたマレーシア GP でチームに初勝利をもたらし、その後チェッキネロ自身も原までのマドリード GP で自チームでの初勝利を果たした。チェッキネロはシリーズ5位の成績を残したが上田はシリーズ13位に終わった。店頭で重傷を追いシーズンの約半分を欠場したためである。 植田欠場時の大役は、菊池博之が務めた。1999年2000年シーズンも、チェッキネロと植田のパートナーシップは続いた。植田は1999年のブラジル GP で、勝利、他にも、数多くの表彰台に立ち、両年とも、シリーズ5位の結果を残した。一方のチェッキネロはチームメイトほどの活躍はできず、 両年をそれぞれシリーズ9位11位で終えることになった。2001年にチームはマシンをアプリリアに変更し、上田に代わり、スペインのラウールハラがチェッキネロのチームメイトになった。チェッキネロはカタルニア GP でアプリリアでの初優勝を果たし、シーズンを総合4位で終える活躍を見せた。2002年シーズン、チームは 250cc クラスへも参戦を開始した。 125cc クラスでは新たにサンマリノのアレックス・デアンジェリスがチェッキネロのチームメイトとなり 250cc クラスではオーストラリアのルーキーケイシー・ストーナーとスペインのダビド・チェカがライダーを務めた。チェッキネロは前年の好調を維持し参照シリーズ4位の好成績を得た。チームメイトのデアンジェリスは自身初の表彰台を獲得しシリーズ9位になった。 一方の 250cc クラスでは、ストーナーとチェカは何度かトップ10圏内でのフィニッシュを得るに止まった。2003年も 125cc と 250cc のダブル参戦を継続した。ストーナーは 125cc クラスに降格する形となり、チェッキネロのチームメイトを務めた。250cc クラスには新たにフランスのランディド・プニエが迎えられた。両、 クラスともそれぞれシーズン3勝を収める成功を見せた。250cc クラスではトプニエがチャンピオン争いに加わったものの最終的には3勝9度の表彰台でシリーズ4位に終わった。125cc クラスではチェッキネロが地元イタリア GP を含む2戦で勝利し、ストーナーは自身初表彰台、初優勝を経験したシーズンとなった。この年の終わり、 チェッキネロはチーム運営に集中するためにレイサーを引退することを決意した。2004年シーズン 250cc クラスはドプニエが残留し、引き続きワークス仕様のアプリリアを走らせることになった。125cc クラスは同クラス元チャンピオンのロベルトロカテリとルーキーのマティア、パッシーニのイタリア人コンビになった。ドプニエトロカテリは それぞれのクラスでチャンピオン争いに絡む活躍を見せ、両者ともシリーズ3位の成績を収めた。ドップニエはシーズン1勝3度の表彰台。ロカテリはシーズン2勝6度の表彰台を経験した。2005年シーズンは 250cc クラスのみに参戦した。ロカテリが 125cc クラスからステップアップし、1年だけ KTM チームに移籍していたストーナーが戻ってきた。 ストーナーは年間5勝10度の表彰台を獲得し、チャンピオンのダニペドロサに次ぐシリーズ2位になった。このストーナーのシリーズ2位は2010年時点でのチームの最高成績である。またストーナーはチーム初のシーズン4勝以上を挙げたライダーにもなった。2006年、チーム LCR はストーナーと共に最高峰、モートジッピークラスにステップアップを果たし、 ホンダ RC211V にミシュランタイヤを履いて、デビューシーズンを戦うことになった。第2戦カタール GP で、ストーナーは早くもチーム、自身初のポールポジションを記録し、次戦トルコ GP では、マルコメランドリとトップ争いを演じ、ファイナルラップの最終コーナーでメランドリに抜かれたものの、初表彰台を記録した。その後もトップ10圏内でのフィニッシュを続け、 シリーズ8位でデビューイヤーを終えた。2007年、ストーナーはドゥカティワークスに移籍し、代わりにスペインのベテランライダーカルロス・チェカがチームに加入した。新レギュレーションの適用により、新たに 800cc マシンの RC212V を使用したが、チェカは新しいマシンへの順応に苦しみ、スペイン GP とサンマ割の GP で6位を記録するに止まった。 翌2008年は、ドプニエがチームに再加入した。しかしこの年もサテライト仕様のマシンと、ミシュランタイヤで苦戦し、ベストリザルトは、アメリカ GP での6位、シリーズランキング15位に終わった。2009年シーズンもドプニエと、RC212V の体制を維持したが、モートジッピークラスのタイヤ供給が一車独占になった、ため、チームはタイヤをブリジストンへと変更した。 ドップニエは第10戦イギリス GP で3位表彰台に立ち、年間ランキング11位に成績を伸ばした。2010年シーズンも同体制のまま3年目のシーズンを迎えた。シーズン前半は第5戦イギリス GP、第6戦ダッチ TT でフロントローを獲得、決勝でも上位でのフィニッシュを続けて一時はランキング5位につけていた。しかし、 第8戦ドイツ GP での多重クラッシュで、蛍骨骨折の重傷を負った後は、好調を維持できず、最終的な年間ランキングは9位となった。2011年は、ドプニエに代わり、前年度の元2クラスチャンピオンであるトニーエリアスを、ライダーに迎える。2015年より、ドゥカティより移籍した、カル・クラッチロー、元3から、ステップアップしたジャック・ミラーの2代体制。クラッチローは、 第3戦アルゼンチン GP では3位表彰台を獲得するがこの年のマシンの不調もあり年間ランキングは8位2016年はジャック・ミラーがエストレラ・ガリシア・レイ・レイ・マルク・ VDS に移籍クラッチ・ローのみの1台3戦第11戦チェコ GP にてグランプリレース初優勝そして16戦オーストラリア GP も優勝して年間2勝を挙げる しかしレース中の転倒も多かったため、年間ランキングは7位に終わった。2018年シーズンからは、元にクラスより、ステップアップした中上隆明が加入し、クラッチローとの2大体制となる。クラッチローがアルゼンチン GP で優勝、アルゼンチン GP と日本 GP で表彰台に立ったのに対し、中上はマシンに不慣れなところもあったため、年間ランキングは7位に終わった。 2021年はクラッチローに代わってアレックス・マルケスが加入。ありがとうございます。